望遠魚は姫目望遠魚科が採集され、標本が一般公開された。この標本は2008年に日本初記録種として報告され、新標準和名小頭望遠魚が提唱された。望遠魚科魚類は円筒形の体付きをしており、体色は銀色である。体表には鱗がなく骨格は軟骨が多く脆弱である。体長は 最大で22センチメートルほどになる。制魚の目は望遠鏡のように筒状になって前方に突き出ており、和名や英名の由来となっている。このような眼球は環状眼と呼ばれ、太陽光のほとんど届かない深海において、髪型から降り注ぐ、わずかな光や他の深海生物による生物発光を捉えるための適応と見られている。大きく開く口には鋭い歯が並び、 胃は、オニボウズギスや、風船ウナギのように著しく膨張し、自分よりも大きな獲物を捕食することが可能となっている。胃は、黒色の膜に覆われ、餌生物の発酵を遮断している。ヒレには、トゲ状がなく、背びれ、尻びれの難状は、それぞれ16から19本、8から14本である。胸びれは、エラの開口部よりも高い位置にあり、 ヒレ状は30から43本。おヒレは二股に分かれ、下葉が非常に長く伸びる。眼下長頸骨、前頭骨、後ろ側頭骨、上側頭骨、接続骨、儀差骨を描き、浮き袋も持たない。ヒメメの他の深海魚と同様に、望遠魚小頭望遠魚ともに、私有動体である。稚魚は、旋回で成長し、頭部が大きく。 眼球も環状眼ではない。稚魚への変態は体長25から34ミリメートルの段階で開始され、腹気、脂びれ、前上顎骨、エラ上骨、エラ歯が消失するなど、極めて劇的な変化が生じる。生魚の形態には未熟な部分が多く残されており、本館魚類がネオテニーの特徴を持つことを示唆している。望遠魚科には一族二種が記載される。 ありがとうございます。